さんこんにちは、ヘルニアです。相方のマリサだぜ。アリスです。突然ですがソ連といえばやはり N カーベイデーだと思うんですよ。本日はホイホーでソ連に当たる情報機関の諜報員をマックスまで雇えばソ連は余裕で世界の覇権を取れるのではというプレイになります。またアホなプレイを思いついたな。いっそ会長さんからシベリア送りにしてはどうでしょう。笑えないよ二人とも。冗談だぜ。いつも私ばっかり恥ずかしめを受けてるからな。僕もあなたに砂漠にほっぽり出されたり宇宙にほっぽり出されたりしてるんですが、さて何のことやら。国家方針はいつもと変わりませんね。バニラでそんなに諜報員雇いましたっけソ連って。環境的にはほぼバニラなんだけど、今回は諜報員をたくさん増やせるモッドを導入しているよ。一番右上に見覚えのないアップグレードが追加されてるな。これで諜報員を増やせるというわけか。もちろん諜報員を追加するアップグレは一つだけではなく、新たに6段目、主に諜報員を増やす内容のものが追加されている。こっちは一つあたりの民需使用量が多いですが、その分バニラでは考えられない量の人員を雇えるということですね。ということで民需の使用量こそ多いものの、情報機関のアップグレを繰り返し人員を増やしていくよ。ソ連は連合国家に次いで情報員を比較的増やしやすい国家だからな。産業スパイのループも円滑に行くだけでなく、もしかしたら2国以上から技術を盗み取っていけるかもしれませんね。少なくとも情報機関のアップグレだけで6人は追加されるから、初期に増える情報員と5つアップグレしたら増える人材で8人にまで増える予定だ。ということは産業スパイに3人、維持に1人いればこと足りるから、アリスちゃんの言う通りそのうち2国以上から技術を分取りまくることができるね。その半分でいいですから、マリサさんのセクシーショットを撮ってくれる人雇いませんかね。見つけたら即病院送りにしてやるぜ。そうだな、シベリア送りや簡易裁判で制裁を与えるのも悪くないな。とりあえずフルシチョフ君を生贄に捧げておこう。フルシチョフさんって次の最高指導者って言ってませんでしたっけ。あれ違いましたっけ。まあ何にせよそんな人が遠慮なく粛清されちゃうのはいかがなものかと思っちゃいますね。まあその辺は仕方ないぜ。フルシチョフとかに引き継げるわけでもなし、何よりカリーニンの方がこのゲーム優秀だからな。この辺の粛清の選択肢がもう少し幅広くというか固定化されないようになってほしいものだよ次のアップデで。というよりパラド君、そろそろ発売日の予定くらい出してもいいんじゃないかね。さすがに今年中には出ますって。今回はゲームバランスに関わる陸軍系や補給の大幅見直しだからな。伸びに伸びって来年のバグラチオンなんてことも。そんなに遠くなるなら発表ももう少し遅くしなさいよ。まったくと言ってる間に諜報員はバンバン増えていき、まだ半年程度にもかかわらず現在は5人目の人材を雇ってるところだよ。これだけいれば諜報要素は相当円滑に進めていけそうなんだぜ。今回は産業スパイで技術を上げることで効用力を高めていく予定でいます。ですので独側過信条約での領土拡張など一部を除きまして、侵略戦争は行わず義勇軍のみで勢力を増やしていきます。今日はスペインに協力すると金の移転関係の国家方針で消費財にしばらくマイナス 5% のボーナスがつくからな。最悪今日はスペインを残せなかったとしても義勇軍を送って消費財だけもらっておいてもいいんだぜ。なおその話はソ連に限ったことでもないんだけど、まあ経験値稼ぎの場としてもスペインは手頃でちょうどいい。適当に余ってる旧式の爆撃機に地上支援でもさせて空軍経験値をもりもり稼いでもらおう。気がつけば想定していた諜報員8人を年内に雇い、イタリアとブータンに向かって産業スパイの分取りに向かわせているよ。ということは今回産業は集中じゃなくて分散効用か。まあ分散効用取ってるのってドイツくらいですから、2つ以上の国から技術の盗み取りができませんものね。でも分散効用でも素早く研究していけるのであれば、通常通り研究する集中効用だったら遅れは取らないと思うぜ。それに最新兵器の入れ替えが分散は得意だから、新しいものができたら遠慮なくラインを変えられるのもいいとこだな。ということで早速継戦車の最新式ができましたので D26 から D7 に切り替えていきましょう。この調子で早めに中戦車も作っていきたいとこだな。スペインは地域ごとの手段攻撃、確かマイナス 90% とか、とんでもないデバフがついている。だから要スペイン側が解除していかないと、とても飛行手段ですら前に進んでいけないのだが、D26 や D7 が組み込まれた軽戦車部隊が、国水派をなんとか分断。むしろこれを殲滅する方が、デバフで厄介になってくるんですが、まあこれだけでも国水派の戦闘力を一気に落とすことができましたね。得意やポルトガル義勇軍も、分断した土地の方にいるから、これでそう簡単には大暴れできないようになったと思う。しかしその分断した地域を殲滅している最中、共和派が弱体化するアナーキストの反乱が発生し、こちらの戦力がガクッと下がることに、もういっそのこと分断された国水派の軍に、アナーキストたちは対処してもらいたいくらいだぜ。でもこの戦い長引いていけば、スペインのカルリスタ勢力も、そのうち放置して共和派が有利になってきますって。そして旨味の一つである、金移転の準備をスペインが開始。しかしそれが届く前に、カルリスタスペインが国水派から分離して、さらにスペイン内戦は複雑化、国水派も事実上弱体化することになります。こうなってくると共和派の戦う場所が多すぎるので、まずはバルセロナ方面から片付けることに。1937年7月、ようやく準備が終わったので、金は協力している分の支払いとして押収することに。これで1年間消費財をマイナス 5% できますね。場所は変わって日中戦争の方面、ソビエトはより貪欲に空軍経験値を稼
稼ぐため、中華民国に航空義勇軍を送っていく。本当は核軍閥に航空義勇軍を送ってやれればいいんだけど、航空基地を持っているのは中華民国と厚生軍閥くらいのものだから、結局は中華くらいにしかこの時期送る旨味がないのよね。まあ戦略爆撃機なら厚生からでも届くかもしれないが、他の軍閥は軍閥 NF のせいで、航空基地が増えていかないからな。山西や中京に航空基地が増えれば、もっと制空権的にも手厚い援護ができるんですが、NF 上それはほぼ無理になってるんですよね。とか言ってる場合じゃなさそうだな。今日はハスペインは真ん中ということもあり、左右からサンドイッチされて、現在クタクタの状態なんだぜ。早くしませんと、人のマドリードが落ちてしまいますね。使えないスペイン人どもね。まずは裏切り者のアナーキストどもを、バラバラに分断して連携の取れた戦闘力をなくしてく。その間に今日はハスペインがバルセロナを落としたようなので、背後に残るのは国粋派の残党だけになったよ。でも得意なんかの義勇軍が残ってるみたいですから、殲滅は大変そうですね。1938年初頭、民需工場もだいぶ増えてきていたので、そろそろ軍需工場に建設を切り替えていくことに。飛び地になっていたスペインの殲滅作業もようやく終わり、やっとマドリード方面に向かわせることができますね。で、全員歴戦の筋肉もりもりの部隊、こいつらなら取られちまったマドリードも取り返すことができそうだな。どっちかっていうと義勇軍のいる南側の方が現状まずそうだけどね。ってことで南部から川に沿って片付けていくことに。さすがに1938年までもつれますと、多くの州ですでに戦闘でバフが外れている状態になりますね。そうなっちまえばこっちのもんだぜ。質の高い飛行士団の方が戦闘能力は上だから、国粋派スペインの数を減らすため小規模に分断。この後ゆっくり殲滅していこうかね。とそろそろ空軍経験値がいっぱいになりそうだから、戦闘機の改造をさらにしていく。航続距離と最高速度を極限まで高めた36年式の戦闘機の出来上がりだね。思ったんですが、次のアプデで特に陸空軍経験値上限基準とかでいいから上がりませんかね。戦争してると意外とすぐ満タンになる時あるからな。陸軍改革を機に調整してほしいもんだぜ。スペインの金の効果が終わってしまったけど、攻撃力はすでに150を超えた。それに長かったスペインの介入も、ようやく終わりが見えてきたんだぜ。現在は臨時首都となっているセビリア側を分断し、国粋派側にとどめを刺しているところです。1938年8月、国粋派スペインはカルリスタ、今日はハスペインに押されて降伏。残るカルリスタさんも今日は派の物量とソ連の軍に押され、1938年10月には降伏することになりました。これによりスペインはソビエト連邦の傀儡国家に、コミンテルンの仲間がまた一人増えたね。日中戦争の軍も含めて、空軍経験値もたんまりもらえたから、キャスの改造もかなりはかどっているんだぜ。さて1938年の12月の画像だけれども、すでに分散攻撃の後にまで研究が進みそうな状況に、大成功の回数はいまいちだったから、そこら辺の運があればもっと進めていけたかもね。ソビエトはとんでもない勢いで攻撃化が進んじゃいましたね。日本の挑発イベントが発生する中、ソビエトは中華に陸軍の派遣、さらに駐在武官まで送り込んで、経験値集めをすることになった。まあソビエトからすると、日本が中華を支配するよりも、中華民国さんが満州を持ってくれた方が、ソ連の鉄をいっぱい買ってくれますからね。中華民国は国民精神のせいで、当分の間自由貿易を変えられないからな。まさにソ連にとって重要な取引相手ということだぜ。その中華を生存させるためにも、日本軍の数を少し減らして、中華優勢の流れを作らないといけない。この飛行士団はスペイン戦でムキムキに鍛えられたやつに、新型の中戦車などを組み込んで、幅を強化した部隊だから、日本の24幅歩兵でも、差し程度ならば相手にならないよ。本来こんだけ中華の充足が切れたら、時間の問題で中華の敗北は決定的。しかしソビエトの本格援護によって、日本は少なくとも大いに手こずることになりそうだな。進軍する過程で敵を小規模ですが包囲殲滅、そして挑発してきた日ソ国境の衝突ですが、こちらもソ連が勝利して、陸独の研究バフをもらうことができました。まあスペインに行ったやつと同じ、ゴリゴリの飛行士団だったからな。対空砲もない日本の部隊では、勝ち目があるわけもないんだぜ。考えてみたらソ連って、歩兵の量も世界一でしたが、機械化された部隊の数も世界一でしたね。北京寸前まで迫った後は、日本がいくつかの場所に上陸してきたので、その対処に向かい、途中キャスを最大火力にまで強化し終えて、どんだけ空軍経験値集めたんだよこの国。再度北京方面を目指そうかなと思ったところ、ここでドイツのポーランド侵攻が始まり、ソ連もバルト諸国やフィンランドに勢力圏を広げないといけないフェーズに。攻撃力はここまでで200近くにまで上がり、産業関係は43年の技術を研究中、年内には建築の後以外であれば、ほぼ終わらせることも可能でしょう。最初3枠のソビエトにしては、十分進んだ方じゃないか？ってことで隊長、モンゴル使って分断したとこ悪いんだが、そろそろフィンランド戦に行かないと。なんてタイミングの悪さだ。大日本帝国軍をかなりの数包囲したっていうのに、エストニアとラトビア残っているのに、先にフィンランドに正当化した隊長が悪いんじゃないか。仕方ない、フィンランドを軽く叩き潰して、さっさとソ連の勢力に取り込んでしまおう。取り込みました。急に展開早いですね。ただの歩兵による平押しだったからね。ノルウェーと国境を接するのはだるいから、後はフィンランド軍に特別に残してあげよう。
無論傀儡国だけどな。その後エストニアとベッサラビアもさらっと獲得でき、MR で必要な領土は問題なく獲得できた。今回はスペインもいることですし、楽な独ソ戦になりそうですね。よしよし、一時中断されてた日中戦争の介入も、再開されて中国有利の流れを作れてきているな。大日本帝国の上陸してきた軍の撃退で、彼らはヘロヘロの状態でしたから、分断殲滅も問題なく完了できるでしょう。ってことで分断して、殲滅して、満州その後朝鮮半島を落としたことで、日中戦争は中国側の勝利、着々と独ソ戦の準備も進んでいたよ。今ちょっと変な師団編成が見えた気が、まあその辺はそろそろ時間がないし、また次回、丁寧に説明するとしようかね。あの、会長さん、スペインからの報告なんですが、うちから独立したいとどうも言ってるようです。なんだって？スペインには大量の物資を送って、統合傀儡国になって今やうちの工業の一部を支えているんだ。カタルーニャなど3州をソビエトが占領。奴らの独立は絶対に許さない。スペインに対して徹底抗戦する連合国に入られてるじゃねえか。どうすんだよ、連合と枢軸同時に戦うのか？まさかこんなことになるとは。とりあえず、スペインを連合軍が来る前に速攻で占領。あと2ヶ月もしないうちにドイツが攻めてくるから、その後は独ソ戦に舵を切っていくよ。最後の最後で慌ただしくなっちゃいましたが、ソ連東方プレイ前半はここまで。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、コメント、グッドの方。よろしくお願いいたします。